宮本武蔵が門弟の塩田浜之助の棒術にいろいろと手を加えて完成したのが二天一流の棒術である。立ち合い棒十三本のうちこれら四本の技を紹介しよう。最初は重ねかけて面に来る太刀を右に払い、左に殺して面を打つ陰の引き棒。次はついてくる太刀をなやし、左巻きに巻いて右に払い、右胴を打つ巻き棒。続いて傘外し、棒を担いでいる時面胴と来るのを両手で受け止め、さらに切ってくる太刀を左右に叩いて面を打つ技である。立ち合い棒の最後はついてくる太刀を右下に払い、右すねを打つ上段棒である。五方の製法は実相円満二天一流の至極の